北海道の美味しいものがぎゅっと詰まった今回のイベント、テーマはピーナッツです。大丸札幌店で開催中の人気の道内グルメ21店舗を集めた北海道いいものいいことマルシェ。今年のテーマは道内で収穫量が増えているピーナッツです。北海道のさまざまな地域 のピーナッツを使った商品を展開しておりまして、なかなかこれだけピーナッツの商品が揃うことがないのかなと。食べ比べできるそうなんですけれども、はいはい、どちらが塩ゆで落花生になります、はい、いただきます。あ、結構、ね、粒大きいんですよね、はい、あ、柔らかい、はい、甘いですね。大粒の品種大まさりは落花生の王様とも呼ばれていて、ここではその燻製も味わうことができます。スモーキーですね。お酒とかのおつまみにもすごく合いますし、あの殻をあのハイボールだとかに入れてもらうと、うん、ハイボール自体もさらに美味しくなるってことで。ピーナッツを使った商品は10店舗。チキン専門店からはピーナッツソースを使ったサンドイッチが登場しました。ちょっと甘い感じにチキンとピーナッツソース合いますね。他にもピーナッツをまぶした見た目にも華やかなカレーや、目室ピーナッツをふんだんに使った沖縄名物ジーマーミ豆腐のアレンジ商品も。コロッケにもピーナッツ入ってますよ。見えますかね、つぶつぶのピーナッツ。ホクホクしたじゃがいもの中につぶつぶのピーナッツがちょっとしたアクセントになってて美味しいです。食べ物だけではなくドリンクもあるんです。なかなかね、ラテでピーナッツってないので珍しいですね。美味しい。男女問わず、老若男女問わずですね、あの北海道の皆様にあのいろんな食べ方がピーナッツはあるんだよってことを知っていただけたらと思います。ピーナッツを満喫できるこのイベント、3連休最終日の14日月曜日まで開かれています。